どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はシリーズでお送りしておりますガズの CD レッツゴー最高全曲動画解説中でございます。はい、今回の曲は、3曲目に入っている曲でウクレレの歌、このガズの作った曲の、双方解説と曲大公開コード解説しますよ、はい、この CD に関することすべて1枚のガズのホームページにレッツゴーさあ行こうの CD 完全ガイドというホームページがあります。ここにリンク貼っておきます。ここに全曲の動画の解説とかもうどういうストーリーかというのが書いてありますね。まずここをフォローしてから動画の練習に入っていってください。グレレの歌、まずね、これ見てもらいたいんですけど、これ、CD を買っていただいた方には、これついている、このブックレットの中に入る、もう原本のノートなんですけど、これ、楽譜ついてますからね、あの CD の方には。まず見てもらいたいの、これね。こう出てくるコード、C と Am と F と G7。この4つなんですよ。C は下1本。Am は上1本。意味わかる？下1本っていうのは、ほら、地面に近い下1本でしょ？下1本。上1本は Am。F はね、こうやって押せる。斜めのイメージで。G7 は正三角形のイメージでっていうような感じで、それが、ウクレレ入門のイロハが歌詞になってんですよ。C は1弦3番目。Am4 弦2つ目ですというような感じです。はい。もう見てもらおうか。これ一時停止でコピーして、書き出してください。これもうほんとウクレレ始めた、その日にできるやつですからね。はい、一時停止で。これがサビになります。で、ここが1番ね。一番の方が短いじゃんっつってね。はい。で、これ、またここでサビをやって、ここ2番の A メロやって、またサビやりますってことで、結構シンプルな構成です。まあ、テロップも公開するんで、まあ、シンプルなんですけど、まずはですね、この曲やっぱ知らない方も多いでしょうから、曲を分かっていただくために、最初にかっこいいバージョンの CD に入ってる音源そのまま公開します。さらに歌詞と、コードネームも載っけますからね、皆さん。みんなでワイワイ歌いましょうね。まずはじゃあ、かっこいいバージョンからの公開です。後半は、初心者バージョン。まあ、あんまり変わらないんですけどね。まあ、弾き方が変わるぐらいです。まず、かっこいいバージョンの曲、大公開、ドーン !1,2,3,4!C は1弦3番目 !Am4 弦2つ目です !F は斜めのイメージで !G7 は三角形幸せ運びます。 Am たまには悲しいさ。 F はファミリーで YYY。 G7 は人生ブンブン。回して回して歌いましょう。 F 行ってから G7。 C の次は Am。 コードを少し覚えたら、コードは一つ大合唱。技はいりません。大人も子供もウクレレだ。 1,2,3,4 C は1弦3番目 Am4 弦2つ目です。 F は斜めのイメージで G7 は三角形。 C は幸せ運びます。 Am たまには悲しいさ。ファミリーでワイワイワイ。 G7 は人生ブンブン。回して回して歌いましょう。じゃがいも玉ねぎ人参でいろんな料理できるように、コードを少し覚えたらいろんな曲が歌えるよ。高度な技はいりません。日本全国ウクレレだ。F は斜めのイメージで G7 は三角形。 C は幸せ運びます。 Am たまには悲しいさ。 F はファミリーで YYY。 G7 は人生ブンブン。回して回して歌いましょう。イエはい、いかがだったでしょうか。超シンプルでしょ。これ、8ビートなだけですよ。特に何という決まりもないんですけど、8ビートっていうのはこうね。今
今 C でやってますけど、これ8ビートのチャを今やったんですけど、8ビートと8ビートのチャというのはまあセットみたいなもんでですね、はい、ここにリンク行ってください。ここのリンク先はウクレレできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚で、その中からまず最初は8ビートを完全マスターしてください。そういう動画上がってますからね。それができるようになったらこのチャ、これチャチャ、これが入ると打楽器の要素が加わってよりノリが出るというかグルーヴが出ますんで、はい、それをやってください。あとは、シンプルな曲ですので、みんなでワイワイできる、これがいいと思います。で、初心者の方、これも、もう本当解説ほとんどいらないです。今のは8ビートのところをただ4つでジャン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 って弾いているだけの動画というか、その CD に入っている音源なんです。こっちはレッスンバージョンの方の CD なんで、2枚組ですからね。その CD は、皆様から見てこっち側の音とこっち側の音とヘッドホン出てる音違うんですよ。皆さんの耳にこうイヤホン、ヘッドホンした時のこっちの右側の耳にはクリック、カッカッカッって音と歌が入ってます。皆様の耳の左側にはウクレレ、簡単ウクレレの音が入っております。なんで右だけ入れて練習するとか左だけ入れて練習するとか、いろんなヘッドホンのこう聞き方で練習素材になるという画期的なシステムでございます。はい、それでは行きますよ。じゃあ今度はレッスンバージョンの CD の方から初心者向けの4つ弾きバージョンで、ウクレレの歌どうぞ。1,2,3,4 C は1弦3番目、 Am 4弦2つ目です。F は斜めのイメージで、 G7 は三角形、 C は幸せ運びます。 Am たまには悲しいさ、 F はファミリーで YYY、 G7 は人生ブンブン、回して回して歌いましょう。 F 行ってから G7、 C の次は Am、行動の技はいりません、大人も子供もウクレレだ。 1,2,3,4 C は1弦3番目、 Am 4弦2つ目です。 F は斜めのイメージで、 G7 は三角形、 C は幸せ運びます。Am たまには悲しいさ、 F はファミリーで YYY、 G7 は人生ブンブン、回して回して歌いましょう。じゃがいも玉ねぎ人参でいろんな料理できるように、行動を少し覚えたらいろんな曲が歌えるよ、高度な技はいりません、日本全国ウクレレだ。せーの3、はい、 C は1弦3番目、 Am 4弦2つ目です。 F は斜めのイメージで、 G7 は三角形、 C は幸せ運びます。 Am たまには悲しいさ、 F はファミリーで YYY、G7 は人生ブンブン、回して回して歌いましょう。イエーイ。はい、チコちゃん、いかがだったでしょうか。シンプルだったでしょう。はい、こんな感じでこういうスタイルの曲9曲このガズの CG レッツゴーさあ行こうには収録されておりますんでね、ぜひ全曲マスターしていろんなとこでワイワイセッションしましょう。この曲はガズのオリジナルですからね、皆さんバンバン歌ってください、あちこちで。はい、それでは今回のレッスンはね、CD に入ってる3曲目のウクレレの歌でした。はい、まだまだ続きますよ皆さん。あ、ホームページご覧になってください。ここに最新情報いつもの載ってるからね。はい、ここにリンクを貼っておきます。それじゃ引き続きどんどんやっていきましょうね。音楽って楽しい。さよなら、バイバイ。